今年最後のラーメンファイルズとなります。日本でつけ麺が大人気のお店のアメリカ1号店辻田ロサンゼルス店をご紹介します。ラーメン屋さんに行ってわざわざつけ麺は食べないかなという人もこれを見れば食べたくなるかもしれませんよ。たくさんの人が待ってますね。今日のラーメンファイルズは辻田です。 The star of today's show is Ramen's little brother つけ麺。 Let's check it out。 すごい。アレックスがなかなかお店に入れないほど混み合う辻田。愛し続けてる。愛を込めて。愛し続けてる。すいません、愛ばっかり。つけ麺に無償の愛を注ぐ店長が日本の店の完璧なスープを再現させ、知名度の低いつけ麺をアメリカに広めるために作っているものとは。ロサンゼルスラーメンファイルズ。西の日本人街とも言われるウェストロサンゼルスのソーテル通りに1年前にオープンしたのが辻田ロサンゼルス店です。日本で辻田といえば常に行列、1日30食限定のお取り寄せもすぐに売り切れるつけ麺が売りの人気店。ここロサンゼルス店ではつけ麺はランチタイム限定のメニューで、濃厚な豚骨魚介スープと太麺のコンビネーションが考え抜かれた日本の味そのままが再現されています。 I come here every week、after school. It's definitely a great place to come. つけ麺 The dipping noodles? Yes. How do you like them? It's very good. This is new for us and it's great. It's really different and it's fun. まだまだ知名度の低いつけ麺をアメリカに広めようという大きな使命を買って出たのが、日本の辻田で6年修行した池畑店長。この味をもっともっとより多くのお客様に伝えられたらなと思って、日本人はこんな美味しいものをつけるんだぞと、やっぱ他のお客様、アメリカ人のお客様、違う国のお客様にもその伝えられて喜んで満足していただけたらなと思ってます。そんな店長の真摯な思いを聞いてラーメン通を豪語するアレックス、思わず白状。内緒ですけど、実は今日つけ麺初めてです。というわけでアレックス人生初のつけ麺。はい、どうぞ。お待たせしました。味玉つけ麺です。ありがとうございます。ぜひ気をつけてください。はい、麺が太いですね。そうなんですよ。つけ麺のスープ、味がちょっと濃いので、細いとこう味を、スープを吸いすぎてしまうので、麺の太さで調整して、こうバランスよく食べれるように。つけ麺の最初の一口、よろしくお願いします。うわ、はい、お願いします。本当だ、太い麺とタレが、絡まっててちょうどいいですね。その温度のちょうど良さ、冷たい麺と熱いタレ、それを組み合わせると、その食感すごいですね。半分くらいそのまま食べたら、麺にライムを絞ったり辛めに炒めた高菜を和えたりして味の変化を楽しみます。今その魚のクランチネス最高ですね。ライムと魚と、スープの、濃さ、その3つのコンビネーション最高です。とすっかりつけ麺の虜になっているアレックス、そろそろ仕事を思い出してください。はい、たまらないですね。おめでとうございます。はい、タレの、秘密は何ですか？実はですね、このつけ麺はこのラーメンから作られています。ラーメンから。はい、ここでその店のこだわりと、その前にラーメン好きのアレックスはもちろん、これもいただいていいですか？どうぞ。気が済んだところでラーメンどう。このつけ麺は豚骨ラーメンがベースで、つけ麺のスープができます。この豚骨ラーメン、アメリカの材料で日本のつけ麺を再現するのに苦労していた時、最初に豚骨スープを作ることが安定したつけ麺のスープ作りにつながらないかという発想からできたもの。このスープに並々ならない思いが込められています。こちらのスープ、オープンして1年間ずっと煮込み続けてます。ずっと、はい、
3つの中でも一番大きな鍋は店のオープンから1年間煮込み続けた豚骨スープ。そこからお客さんに出すスープ用の鍋とサバ節、かつお節を加えたつけ麺スープ用の鍋に分けて毎日同じ安定した味を提供することを可能にしているんです。毎日こう接しているのでちょっとの色の変化だったりちょっとの味の変化は分かるんですね。やっぱ365日も一緒にいると師匠からスープと子供は同じようなものだと習いました。子供のように手間暇かけて、まあ、子供いないんですけど手間暇かけて愛し続けてます。My first meeting with つけ麺 was a total success. I'm hooked. つけ麺ブームがアメリカに広がるのはそう遠くはないかもしれませんね。楽しみです。はい、本当に池畑店長の熱い思いがひしひしと伝わってきますね。この辻田ロサンゼルス店はオープンわずか1年で消費者参加型のレストラン評価ガイドブックザワットに掲載されまして、来年には早くも新店舗開店の予定もあるということです。では今年最後のアレックスのおねだりタイムです。視聴者の方に何か、プレゼントお願いできますか。もちろんです。お客様あってのツイッターなんでちょっと持ってきてください。お、これ何ですか。まあ、具ですね。そうですね、こちら あのトッピング、ラーメンつけ麺に使えるトッピングなんですけども、いろいろある中一つ選んでいただいて、全部ではないんですけどすいません、はい、僕何しようか、メンマ、はい、キクラゲ、この卵なんか、あ、美味しそう、卵すごいです。ツイッター特製で毎日手剥きでやってる卵なんで、味付け卵大好きですから、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。 It's our lucky day。ということで今回は抽選で50名様にラーメンとつけ麺のトッピング一品サービスのクーポン券を差し上げます。応募時間はセーブ時間の朝8時から午後2時までとなります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。辻田でラーメンとつけ麺を食べることができるのはランチタイムのみです。夜は日本食レストランになるということです。ラーメンとつけ麺を食べたい人はランチタイムに行ってくださいね。では来年もニューヨーク、ロサンゼルス、どの都市に行こうとラーメンファイルズを引き続きよろしくお願いいたします。